あー、現実で見たい。ニューヨーク行ったことないので、行ってみたい。今日は内田慎之介が来てます。漫画ライブペイントのマスターです。マスターです。はい。今日はバーチャル漫画ライブペイント、本当のイベントは行けないので、私は背景を描いたら、現実でそういう場所行ったらどういう風に飾ってくれるか、漫画ライブペイントしてください。わかりました。今までは内田慎之介さんはどういうところで漫画ライブペイントをやったことありますか？ほとんどそのイベントの会場ですね。アニメイベント。海外にも行ってますよね？海外も5カ国行ってます。アメリカとドイツとイタリア、スペイン、ロシアです。すごいね。イタリアのナポリコミコンのイベントはテントの中に日本の文化のブースがあって、その中でライブペイントはさせてもらったんですけど、まあ、背景結局壁なのであんまり背景ってなかったりするんですよね。ああ、はい、駅の中で書いてましたよね。大阪ですかね。大阪。そうそうそう。 でもあれは背景にエレベーターがありました。そうそう、エレベーターがありましたね。エレベーターがありました。またエレベーターの話。やっぱり汚いエレベーターが好きだね。そうですね。書けるのかな。背景も苦手です。いや、わかります。背景難しいですよね。難しい。わかりましたか？いや、わかんないです。そうなんですか。私行ったことない。でも現実にある場所あるんだ。人間下手。これは小さい人間じゃなくて遠くにある。そうですよね。ただ単に知らないだけかもしれない。正直この写真を見ることまで私も形知らなかった。なんだろうこれ。なんだ。完成です。何これ。これを漫画ライブペイントにしてください。これがニューヨークのタイムズスクエアです。タイムズスクエアなんだこれ。そうかなって思ったんですけど、わからないって。行ったことないんですよね。行ってみたいんですけど。ね、私も結構パースがかかってるからすごい難しい。難しいですよこれは。めちゃくちゃ難しい。信じてます。そうですよね。ストーリーが必要ですからね。パースがちょっとすいません。デジタルあんまりやらないんで。本当にそうですね。ごめんなさい、ね、今日はデジタル。でもだいぶデジタル使うようになりましたけどね、前に比べたら。なんかミュージックビデオのやつも結局デジタルで全部やった。そうだったんだ。あ、そうなんですよ。初めてほぼてかフルデジタル、下書きから全部デジタルでやりました。やっぱ慣れると早いね。いろんな便利な、うん、そう、修正がこう効くじゃないですか。やっぱちょっとポーズ変えてほしいって言った時に、ここだけ、そこの場所だけ変えれるみたいな。かっこいい。サイバーの 目玉。そう、困った時はもうこれ書いときゃいいっていう。まあいろんなその漫画ライブペインターとしてそういう作戦は大事ですね。大事です。1日半しかない。そうそうそうです。もう敵と言ったら大体これみたいな。これは結構使えるというか、個人的にはそれっぽいことができる気がしますね。いや、でもデジタルはいいですよ。やっぱそのドキドキのチャンネル見てる方って どっちが多いんですか？デジタル書いてる人とアナログ視聴者って。デジタルの方が多いかなと思ったんだけど、もしかしたら半々かな。意外にこうアナログの人が多いのかなって、そのインスタグラムのフォロワーさん見てると。初心者とか始める時に お金がなくて、そういうなんか液タブ買えないし、まあ鉛筆があれば書けるんじゃない。そうなんですよね。だからあんまりデジタルより、ね、アナログの方が確かに準備しやすいっていうか、すぐ書けるので、意外にそうデジタルよりアナログの方がいいのかなみたいな。かっこいい。小さいなんか爆弾とか、なんかビームを撃ってくるみたいな。おーおお、ドローンっぽい。なんかこっち側が敵で左側がちょっと敵で。素晴らしいっていうイメージ。あー、現実で見たい。ねえ。いやー、行ったねえ。ニューヨーク行ったことないので行ってみたい、ね、ぜひニューヨーク行ったらタイムズスクエア漫画ライブペイントをしてください。いや、ほんと、ね、路上とかでできたら本当にやりたいんですけどね。
あ、もしかしてこれがうちらのよく使っている、あ、そうです、兄弟ですよね。兄弟、ヘルメットから出てくるチューブの兄弟。うちらマンガライブペイントといったらこの人たちがいないと。たまになんかコスプレイヤーもいますね。あ、そうです、友達がコスプレをしてブースを手伝ってくれてます。服も友達が作ってくれて完成度がすごいです。おお、コスプレイヤーはすごい、ね、海外のレイヤーさんとかももうすごいですもんね。モンスターハンター、モンハンの装備とかはもう海外勢の方がもうすごいみたいな。電飾がもうバリバリ、あ、はみ出しちゃった。これ看板だからはみ出ちゃいけます。まあ現実だったら細かく出るパーツがあったら面白いかも漫画描くときに細かく出るのはよくあるし、ありますありますあります。ただ現実で物理的にどうやって作るのかパネルをやっぱ変形させてここにちょっと追加でハリボテで入れてもらうしか。じゃあこういうこのシーンはどういう状況なんですか。この二人はちょっと危ない感じですか。急にこう敵の弾がちょっと出てきてニューヨークを守るぞみたいなイメージ。日本からちょっと観光に来たのに観光ができなくて買い物したかったのに戦わなきゃいけない、敵が来ちゃったから台無しじゃないのみたいな。お姉ちゃんがだからブチギレてるみたいな。これは時間がかかります。どうぞどうぞどうぞ。そのデジタルだとこのペン入れのなんか時間があんまないから早いですよね。なんか普通だったら鉛筆で書いてるものが今もう完全にペン入れの状態になってるから1工程少ない感じなんで、安全に最初からペンを使って消せるし。なるほど、そうそうそう、別にラフ書かないこれはそう、鉛筆でさらにね、ここからペン入れが必要なんだけど、デジタルだとこれがもうね早いなって、作画の時間がめっちゃ早い。まあそれにデジタルだとその飛行機に乗ってる時に暗くても書ける。あー、わかりますわかります、ね、鉛筆だとなんかわざわざその上のライトをつけてちょっと周りの人に迷惑かけてる気持ちになるからiPad だったら何でも暗いところでも書けるし、うん、どこでも書けるじゃないですかこれさえあれば。そう、すげえなって思って。でちょっと私 iPad 買って2年目なんですけど、いやちょっと遅、あ、もっと早く買えばよかったなみたいな代わりにアナログの技術アップしてるし。あ、でもそうなんですよね、アナログもやっぱやっといた方が絶対いいと私は思ってるので、うん、デジタルでもいいんですけど、なんか身につくというか。ライブペイントは絶対デジタルだけやってたらできないですからね。内田さん、はしごを貸してあげたら多分ニューヨークでも書けるんじゃないですかね。出ますかね。はしごじゃなくて電波塔を直す人が使うトラック、はい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 、それに乗ってください。それに乗ってください8メートルぐらいまでしか書いたことないんで、これはもしかしたら多分8メートルより大きいかな大きいですよね。いやでも漫画があったらかっこいいですよね。とっても見たい、めちゃめちゃいい気がする、やってみたいですね。使えるところがいっぱいあるから、ちゃんと漫画ライブペイントになりやすい気がする、使えるし。そうですね、ただのイラストだったらまあ面白いと思うけど、漫画ライブペイントだったらちゃんと話になるし。そうそう、なんか進んでいくとこう物語も一緒に進んでいくみたいな。でも漫画ってやっぱすごいんですよね。ね、おお、これは、漫画っぽくはないか、普通に。オブジェ的な。ちょっと月も偽物の月みたいな。なんか舞台の感じの、こう、そういうみたいな。偽物の空みたいに。ニューヨークでやってほしい。いやー、やりたいですね。このタイムズスクエア、だからアメリカに到着した気持ちになるけど、こんなになんか、モノクロの漫画ポサー、漫画っていう感じが、ニューヨークの人こういう漫画ライブペイントさせてほしい、ねえ、それまで私はどうにかなんかどうにかなんないといけない有名にもう有名ですよ、世界中のザオンリー漫画ライブペインターです。そう、私だけしかやってないはずなんで。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございました。これも初めてやったんですけど、よかった
本当にこういう、まあもちろんイベントの中の漫画ライブペイントも面白いと思うんだけど、こういうかっこいい景色があれば、ぜひ内田さんを呼んでください。呼んでください、本当に。呼ぶために内田さんの YouTube チャンネルと Twitter と Instagram はリンク貼ってありますので。ぜひ。フォローお願いします。チャンネル登録お願いします。今日内田さんありがとうございます。ありがとうございました。かっこいい。現実で見たい。現実やりたいです。バイバイ。ありがとうございました。